陶芸家宮島正美さんの作品展がつくば市小野崎のギャラリー彩花で開かれました。まるで彫刻作品のような独創的な造形とどっしりとした風格が目を引く作品の数々。これらは栃木県益子町を拠点に活動する陶芸家宮島正美さんが手掛けたものです。宮島さんは巻窯焼成という昔ながらの技法を用いて芸術性の高い作品を発表しています。こちらは宇宙の星をモチーフにした花器で巻窯で5日間焼き続けました。燃料となる薪が燃えて灰になり作品に付着することで釉薬を使わなくても独特の風合いが生まれています。これはですね、滝口のすぐ真横に置いてあったものです。鹿沼土という園芸用の土を座布団のように敷いて、もうその最初に置いた時はまん丸の大きな玉だったんですけど、5日間焼いてるうちに自重で潰れてきまして、鹿沼土も流れ込んでくる灰で溶けてしまって黒い塊になってしまっています。まあ、こういうものは狙ってできるものでもなくてもうできてしまったっていうようなものなんですけれども、またもう一度やってくださいと言われてもなかなかできるようなものではないです。私の作品は自分のデザインとかにその自然の薪で焼いた灰が降りかかってですね、自然な感じの焼き物ができるんですけれども、最終的に自分がデザインしたものの上に、自然が味付けしてくれるっていうような感じなので、その人為と自然の狭間に私の作品があるっていうようなことで今回の、テーマにさせていただきました。実験に次ぐ実験みたいな感じで作品を作ってるんですが、今までなかった美しいものを何か発見できればと思ってやっていきたいと思ってます。この作品展は6月8日から18日までつくば市小野崎のギャラリー彩花で開かれ、変化に富んだ迫力ある焼き物が訪れた人たちを魅了していました。